おはよう前橋から。皆さんおはようございます。8月19日、時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから元気にお送りしてまいります。おはようございます、磯日彩香です。おはようございます、松竹梅渡里哲也です。あ、天国で見守っててください。喜びの酒松竹梅今日はそちらでしたね。私です。おはようございます。おはようございます。今日はコウさんではありませんよ。ねえ、私、はい、結構コウさん期待してましたよ。005、うん、この間焼きマンデーの時目崎さんにやってくれって言いました。社員の目崎さんに、目崎さんに、コウさんってコウさん、コウさんあのお計らのね、前に5分間流れるラジオ CM で松本さんと、松本さん今度やります。私松本さんマネが、主なあれが、でもコウさんのモノマネは前回佐藤さんがずっとやってたじゃないですか。したらもう毎回流れるたびにもうニヤニヤしちゃうんですよあれね、結構ありますもんね、一日何回もね。そう、でもその佐藤さんのコウさんのモノマネが聞きたくて聞きたくて、水曜日が楽しみでしたよじゃあやりましょうか。お願いしてもいいですか。どっかで入れましょう。はい、ぜひ楽しみにしております。どっかで入れましょう。コウさん言われてるよ。コウさん言われてるよ。そのぐらいインパクトがあるラジオ CM。 京都の研究所でほら言われてますよ。ほら、なんかもうコウさん会ったことないけど大好きですもん。サトシさんのおかげで、なんかこう一言じゃないみたいな。ねえ、ちょっと見てみたいですよね。ねえ、お会いしてみたいですよね。ゲストに来ていただきたい。はじめまして、こうです。研究員のね。研究員の。ねえ、名部はもう大ファンなんですよ、はい、もうあの二人のことをね。はい、じゃあ、佐藤さん、今日はモノマネお願いしますよ。はい、あの、一とか入れたと思います。はい、楽しみにしています。何やねん、それ。今日はそんな佐藤さんとお送りしていきます。まだ、なんかちょっと、秋を感じますね。そう、思いましたよね。朝。そう、ね、うん、昼は暑いけどね。うん。まあ、もう秋ですから。本当ですよね。暦の上ではもう秋ですもんね。今日はあの俳句の日なんですよ。あ、そうみたいですね。でも俳句書くとしたらもう季語の秋を入れなきゃいけないですよ ね。あれですか、俳句とかお書きになるんですか。全然興味ないですけどね、みんなすごいね、あの最近テレビでやってるけど。はいはいはい。みんなすごいなと思って。テレビでありますもんね、俳句番組みたいなのがね。そう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 。ここあのおばちゃんね。真似してください、今度あのおばちゃんの。逆に佐藤さんにしてほしい。梅沢さんのここいらないですよ、みたいな。見てる見てる。そういう感じですよね、あの人、ね。見てますね。やっぱ人特徴的がないとダメですね。そうですね、そうなんですよ。はい、俳句の日ということですけど、でもテーマは違いますね、今日は。今日なんかさ、うん、やっぱあーちゃんも変わったしさ。ああ、そうですか。あと、ほら、季節もちょっと変わってきてるし。はいはいはい。ということで、今日のテーマは、何それということで、それ布施明さんです。君はバラより美しい。これ最後に途中で「変わった!」ってこう叫ぶんですよ。ちょうどそこまで伸ばしてくれたんですね。そうなんですよ、今。準備がいいなということで、今日は変わったということ。はい、近くにいる変わった人、はい、同級生が変わっていた。変わった人いっぱいいますけどね。まあ分からないメンバー全員変わってますけどね。そうですね、ちょっと否めないなと思いますけどあとコロナウイルスの影響で生活様式が変わったなど、ぜひお待ちしております。はい、さあ今日は変わったで皆さんメール送ってください。待ってるよ。水曜日です。いってらっしゃい。7時38分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。今日はこちらです。119番、スマートフォン映像活用へ、うん、ということなんですけど、これはですね、太田市消防本部のお話になります。うん、はい、今119番通報した時って、救急車呼んだ時って、うん、電話で、うん、まあ、対応してくれるじゃないですか。そうですね。例えば心臓マッサージこうしてくださいとか、はい、それをやっぱ今の時代ですから映像に切り替えるというのを太田市がまずは率先してやるそうです。いいですね。
いいですよね。いいと思いますよ、これは。これは、100通、119。ごめんなさい。119ね。119を通報した人からのスマートフォンで現場の映像を送ってもらうシステムだそうです。9月1日から。あ、もうすぐですね。はい、始めます。県内の全11消防本部では初の導入となるそうです。で、もう少し詳しく言うと、通報を受けます。現場の映像確認が必要とされた場合は、通信指令員が通報した人のスマートフォンにショートメッセージを送信するんですって。うん、で、そこに URL が送られてきます。それに接続すると、その通報者が、撮影している現場の映像と音声が、指令センターにつながって、救急隊員のタブレットとか、そういうところにつながって、共有することができるんですって。今ね、今の時代っぽいですね。そうですよ。あ、じゃあ、あります？ 119 番とか110番したことは。あれ、私10回ぐらいますよ。え、なんでそんななんですか？目の前で事故があったりとか。え、そんなタイミングってあるんですか？うちほら、50号じゃないですか。そうか。当時本当にね、結構前で事故があったんですよ。はいはい。あと運転してる前、目の前で、ものすごいフラフラしてる車があって、目の前の建築の自転、あのバイクを引いちゃったりとか。うわ、目の前で、あの、暴走族たち君と車がバーンと使ったりとか、結構あるんですよ、私。じゃ、目撃者として目撃者、第一発見者として何回も電話したことあります。はあ、そうなんですね。残るんですよね。昔の携帯は、かけるとそこにずっと110番って、ずっと残ったんです。でも、何回も電話かかってくるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。俺の時はね。はあ。当時、本当携帯がまだ出始めた頃だから。今これがあればね。本当ですよね。わかるかもしれない。当時わかんなかったもんだって。目の前倒れてる人がいてもさ、頭打ってるのかさ、どうしていいかわかんないじゃない。確かに。どうしていいのか。どうしていいかわかんないから。自分も素人だってか、そうですもんね。普通の一般人ですもんね。とりあえず、後ろからその、ぶつけたじいさん、俺はもう、ながらつかんでずっと、電柱にこう貼り付けておきました。いや、酔っ払ってたんですよ。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。だからね、引きずり下ろして、ずっとこう電柱にね、胸ぐらでずっとここにいろっつって、おっさんを、おじさんを、当時19とか20歳ぐらいだったかな。そうだったんですね。動揺とかしちゃいますよね。でもね、もしも自分が目の前に事故が起きた時にとっさに電話できるのか。いや、できるよね。いや、まだ私は噂ったことないんですよ。まああんまり会わない方がいいと思うけどね。ただこれはもっと映像があるってことですごく分かりやすいと思います。いや、本当にそうなんですよ。そうすることによってもしかすると一つの命を助けることができますし、で、こういう専用のアプリというのは必要、で、もちろんその救急車の、ね、救急センターの方がショートメールで送ってくれるので、逆にこれ本当動画で電話すればいいのにね、フェイスタイムみたいな。ああ、なるほど。ね、すぐ繋がればまた分かりやすいんだろうけどね。確かに、まあちょっとそこには電波の影響とかもね、あったりとか、共有ができなかったりとかもしそうなのでね。だって今さ、施設だってさ、すごい難しい施設とか、有名な先生が違うところにいてこうできるんでしょ、今。できるって聞きましたよね。すごい今だな。 5G ですよね。思いますよね。6G はいつになるんだみたいな話ですよね。6G になったらどうなんだろうね。確かに、ね、3D で医者が出てきちゃうから、こうやってどうもっつって、今私カリフォルニアにいますけどっつって、日本のここに立ってますかみたいなね。まずは 5G を体験させてほしいです。私はもっとそうだな。ね、で、この録画したデータ、映像は録画されるんですって、ただ必要ないなと思ったら24時間後には消去されたりとかもね、こういう個人情報とかは結構安心、今時やの、できるということなのでね、こちらがちょっと119番通報スマートフォン映像活用へということで、新たなね、お知らせでした。さあ、続いていきましょう。今度は前橋市の情報です。今公開中の映画、今日から俺は劇場版に合わせてですね、まあ聖地を巡るというものをやっておりまして、マップっていうのを作ったんですよ。そしたら映画を見終わったファンの方々が商店街に足を運ぶっていうのが今もうすごく流行っていて、で、パーラレスラー桃屋さんはお客さんが 1.5 倍になったそうです。すごい。すごいですね。すごい。映画に出てきたレモンスカッシュ。レスカ。そう、レスカ。レスカね。と、あと、ビッグパフェ。ビッグパフェ。アイスがいっぱい入ってる。あれもみんな注文するみたいです。これもう商店街の人みんなカツラ被ればいいじゃん。金髪の突っ立ってるやつとかさ。突っ張りのそう。縦に。そう、で、角煙筒みたいにしてさ。
いらっしゃいませーってなんかやればいいんじゃないですか。みんなちょっとなんかその昭和時代のこのはい、ねえ、なのでそういったにぎわってるそうです。銀座通りの飲食店のね、まあ、無席など全部合わせて8カ所で行われております、うん、なのでにぎわいがあるということなんですけど、それと反対に、うん、今やっぱりクラブホストで、うん、クラスターの方がね、ストシさんね、そうなんです、街中ね、うん、またね発生してるので、うん、そこでやっぱお店の方々があのイメージがクラスターになっちゃってるので、今後がちょっと心配だなっていう声がありますよね。うん、結構ねいなかったな人がな、あれ、でもね、まあ、うん、本当にそのね、そのホストクラブだけなんで今の時、うん、今ね、そうなんですよ、うん、まだ分かってないけどね、うん、なるべくねそこだけ収まってほしいけどね。そうですね、うん、これ収まったらね、スナックお墓やりましょう。スナックお墓、スナックお墓、待って待って、どういったお墓になります。もちろんママですよ。私、あーちゃん、ママ、ママで、ママは忙しいのでもういつ出てくるかわからないっていうママ、どうしよう。名物ママみたいに、いつもいないと、あーちゃんがいつ出てくるかわからないっていう。それで、あれだよ、あの、ホストの時はずっと付きっきりなの、うん、補選でよ、補選ずっと喋らしげ、年齢層高いですね、喋らしげ。で、1時間に1回ぐらい豊かに歌わせて、うん、いいじゃない。1時間に1回ぐらいアツシがショーをやって、で、俺酒作ってるんだろ、中でね、話名人で、うん、で、あの焼きそばとか何か作らせて、あー、むちゃに作ってならいいか。すごい、どう、なんかできちゃいそう。で、あの、ほんとね、あの、喋るのは古仙ちゃんと、うん、あと誰か、木村さん、あ、局長局長がついて、うん、ついて回って、ね、音響さんとかできそうですね。あー、ジジイばっかだね、もうね。すごいね、いいじゃん、スナックお墓ら、スナックお墓で、あーちゃんはもう月に1回ぐらいで出てこないのに、もういつもファンはいなきゃいけないっていう。そんな名物にしてくれるんですか。酒飲めるやついねえな。確かに、ストシさんだな、やっぱり。俺しか飲めないじゃん、うん、だってアッシュも豊かも飲めない、女性も飲まないもんね。飲まないから、ちょっと誰か酒飲めるメンバー一人ぐらいいないの、誰か酒飲める。いますよ、死亡女が。すごい。それしたらちょっと、どうすか、こう常駐させていただいてね。いいですよ、うん、ね、ぜひ。え、どうすか、ぜひ。スナックお墓らちゃん、お墓らちゃん、かわいいですね。お疲れちゃん、お疲れちゃんっつって、なんかちょっと2丁目の感じがしちゃいますけど、どうでしょう、やりたいね、ちょっと面白そうだ ね、 ねえ、社長どうすか、社長じゃあ、もう一回借りてもらえばいいですか、ちょっと、ね、でもできちゃうんですね。そういうメンバーが集まってるんですね、お墓らってね。愉快なメンバーでございます。はい、さあ、というわけでね、はい、あの、街中がね、あの、賑わいが、まあ、ある、ね、ことも。街にね、戻ってほしいよ。戻ってほしいなと思います。はい、で、皆さん、あの、対策しっかり取った上でね、あの、気をつけていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。以上、今日の群馬の話題のコーナーでした。はい、時刻は7時47分回りました。おはよう、住谷さん、住谷先輩のコーナーでございます。住谷先輩、昨日のお墓のテーマは何だったでしょうか。はい、昨日のテーマはおかわりでした。あ、おかわり、そう、おかわりだ。お米の日だったんです。昔もあの、私あのステーキの丼というところに行って、私も大好きです。はいはいはい、20代前半の頃ですかね、うん、4人で行きまして、はい、4人でライス50何杯おかわりして、店員さんにやめてくれって言われましたっていうことがあります。店員さんで止めることあるんですね。俺がね7か1食ったんかな、で他のやつらが10何杯食って、もう人参1個で1皿みたいな、あの甘い人参、じゃがいも1個で1皿みたいな、肉まだ食わねえのかっていう時点でもうすでに5枚ぐらい食ってました、ね、すごい。ライス7枚10枚おかわりする人初めて聞きました。4人で50何皿、いやー、ほんと勘弁してくれって言われたことありますよ、私。え、もう若い時ですか。もう20、いや20何歳、もうだから30年ぐらい前ですよ。はー、え、20後半ですか。前半22、3、4ぐらい。あ、やっぱそこまではまだいけるんですよね。いけたよ、今なんか1枚食うのに精一杯ですよ、ね。アシさんも豊さんもみんな同じこと言ってる。1枚食う、その分ビール飲みますけどね、私。そうですよね、でもステーキの丼といえば、あの、ケヤキのね、あの裏の。そうなんですよ、あのステーキハウスみたいなのができますよね。そう、行ったことないけど。カレー屋さんと。やってるの、やってますもん。やってんの。そうなんですよ。ねえ。フラインガーデンさんとかも一緒のところで。そうそう、近い近い、あそこ。ねえ、うん、あそこがおかわり自由なんですかね。多分そうだと思います、ステーキの丼ですか。私も小さい頃日曜日はよくステーキの丼伊勢崎行ってました。あ、そう、はい、ミヤじゃないですね。ミヤは遠いんだ。あ、
違うんです。ミアは今行くようになりました。あるのミア。いや、でも昔からミアは一緒はあります。ね、昔からありますよね。はい、高崎とかにもありますよね。前橋もあります。前橋どこにあるんですか？50号。ああそこだ。 ありますね。あそこもう古いんですよ。あ、昔からそこもあるんですね。小学校時代とドラマだって。でも改装されてますよね。今綺麗ですもんね。もう何回もしてますね。はい、ということで角谷さんはおかわりをするのはビールだけでしょ。それがですね、はい、さあどうなんでしょうか。はい、よくホテルの朝食バイキングの時におかわりと言われて動かされます。はい、こちらのプレートを見てそれ美味しそうねって言われるとまた動くんです。それ奥様にね。そういうことです。私のおかわりはビールだけです。やっぱり角谷さん同じだね。同じですよ。ビールっておかわりすると大体何杯ぐらいいけるもんなんですか？わかんない。いやでもね、ビールの二日酔いって一番大変なんですよ。へえ。あのちゃんぽんするとすぐ酔うんですよ。ちゃんぽん、ビール、焼酎、ウイスキーとかってやってると、日本酒とか飲むと結構すぐ酔っ払っちゃうんで、ビールずっと飲み続けられる清水さんとか、うん、でも俺はそんなもう5、6杯かな、5、6ジョッキで。お腹たっぽんたっぽんですよね。たっぽんたっぽんでジャージャーですよ。もうビール飲みながらトイレ行くみたいな感じですよね。じゃあ飲まなければいいのに。でもね、そうビールの二日酔いって一番辛いんですよ。抜けないんですよ一番。あ、抜けないんですね。なんかこう一番抜ける方法とかってあるんですか、長年やってきて。岩盤浴です。あ、やっぱ汗出すことが岩盤浴ですよ。へえ。そうですよ、サウナじゃないですよ、岩盤浴。あ、サウナじゃないんですね。あの何が違うんだろう。そんなあじゃないの、石の厚さでじわじわこう中から出すんじゃないですか。もうそこからちゃんと岩盤浴と酸素カプセルって言いますけどね。ああ、酸素カプセルやってみたいな。うん、なるほど。速攻寝ちゃうみたいですよ。あ、そうなんだ、気持ちよくて。はい、じゃあぜひ皆さん、二日酔いされた方、おかわりされた方は、皆さん今度おかわり行こうよ、一緒に。行こう行こう。その帰りに岩盤浴を二人で入られてください。そうなったらやばいよ。はい、そっか。はい、以上、早すみやさんのコーナーでした。では、お時間もあれなので、テーマ行きましょう。行きましょう。今日のテーマは、変わったどうも、布施明です。今日は変わったということで、はい、近くにいる変わった人とか、はい、同級生で変わった人いっぱいいますよ。やっぱり中学の時にすごい真面目だったりとか、うん、やつが急に高校入って卒業したらもうなんかもう、ま、デビューでもうデビューでね。どうなの、当時はなんで胸元大きくするんですか。じゃあ俺鍛えちゃってとかさ、あ、すごい得意だった子がもう鍛えちゃったりとか、まあ、女子もね、はいはいはい、すごいおとなしそうな子だったのがいきなりそれこそね、クラマラスになられてなっちゃったりとかね。入れたみたいなね。入れたのみたいな。でも今って普通ですから、はい、育乳とかなんだろう、ちょっとアゴラインをするとか、わかるのかな男が。全然バレないみたいですよ。本当？ちょっと触らせて誰か。ピーピーピー。やった人ちょっと、本物とどのぐらい違うのか。ちょっと試してみたいわ。そう、私も実は、今年中にやりたいことの一つに入ってて。はい。そう、あの、アイドルをやってる時って衣装が、はい、やっぱ、それ、育乳しちゃうと、はい、太って見えるんですよ。だから、逆にへっこますぐらい、晒しまくぐらいの感じでやってる結構いるんですけど、卒業したらやりたい、絶対やりたい。そうですか、そうですか。変わりたいな。そうですか。ちょっとキュッとキュッとなっちゃうんですね。そうです。ボーンってなっちゃうんですね。はい、卒業したらやりたい。大変なってるけどな。そうか。さあ、というわけで今日は変わったでお待ちしております。またね、コロナウイルスの影響で生活様式も変わっていたりとね、すると思いますので、ぜひその後もね、あの、いい方の変わったとかもぜひお待ちしております、はい、では時刻は7時53分を回ろうとしています。水曜日です。今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。じゃあ何を入れるんだいそこに。マシュマロかな。マシュマロ。おはから今日のスポーツニュース。さてさて、今日のスポーツニュースでございますけども、はい、ちょっとね、ザスパちゃんが、ああそうですね、ついに2勝10敗になってしまいましたね。いやー、琉球との試合がありましたもんね。その前も北九州がありました。北九州今日なんですよ、実は。あ、そうだ、今日もね、ホームで、今日も正田醤油で、今日やるんですよ、はい、対戦相手山口です。山口、うん、山口県。はー、はい、しかも山口のフォワードにはですね、うん、元ザスパの高井選手というのがいるんですよ。彼がエースです、今。あ、そうなんですね。これまたね、元ザスパの高井選手にやられちゃったらね、うん、俺ちょっとね、そうですよね、 T
って今22位ですか。いやもうダントツ22位です。ああ。まあ今年はでもほら落ちないから。ね、まああの基盤作ってもらって、はいはい、ね、あのいろいろ選手を入れ替えたりして、ただあの怪我からね、あの渡辺晃大選手が帰ってきたので、そこはちょっとまあいいかな。青木選手もね、出てきてるし。ただね、やっぱちょっとボランチがねっていうことだったら気がないんですけども、はい。じゃあ今日は何時キックオフなんですか。7時です。7時。はい。この間7時の試合の時に花火が上がったって、そうです、ツイッターで上がってました。ありましたね。私ユイユイましたけど。あ、ユイユイ見たんですか。全然気づきませんでした。ユイユイで謎を見てました。あ、そうだったんですね。こうね、こういっぱいいました。あ、そうだったんですね。じゃあ。悔しいですか。でも今日山口もそんな調子良くないので、ちょっとここ本当ね、そろそろ一勝しないと、はいはい、ちょっとホームでもう8連覇してるので、ホームで8連覇はちょっとダメですよ、ね、ファンの方もね、ダメです。山口ってどのぐらいなんですか今。順位下の方です。下の方です。そうなんですね。 中間から下の方ですね。じゃあ勝っていただきたい。いやこれ本当ね、琉球がちょっとね1個上だったんで、ここで勝てなかったので、はいはい、いい試合してたんですけどね、いいシュート持ったし、ただ入らない、入らない、決定力。攻めてるはいるけど。決定力なんですよ。そっか。北九州って今一緒に J3 に、J2 に上がった北九州は決定力が素晴らしいです。はいはい、決めてるんですね。いいサッカーです、本当に。今2位ですよ。そうですよね、見たら10位。すごいですよ。1位が長崎。ジャパネットですよ。ジャパネット。2位が北九州ですよ。九州勢が1、2位です。ね、本当ですよね。どういうこと？一緒に上がったのに2位ってどういうことよ。ですよね。いいサッカーしてますよ。いやまだわからない。ザスポもしかすると2位に上がるかも。もうどうかな。あれありえます、今から2位に上がる。ないです。そんな生きらないでー。もう一つでも上に上がらないと思う。うん、そうですよね。そうです。じゃあ頑張っていただきましょう今日も。そうですね。あとなんか錦織くんがねコロナになっちゃったみたいな ね。そう、今日もメッセージが来てました、皆さんからメールも大丈夫かな。錦織くんと小谷哲也さん親戚だったって知ってます。え、そうなんですか。らしいっすよ。そうかったです。錦織くんのおじいちゃんだか、その上のなんか、はいはい、おじいちゃんだかと小谷さんのお父さんだか、はい、おじいちゃんだか兄弟だったみたいな。あ、そうだったんですか。そうですよ。でなんか錦織くんね、なんかテニス見に行って、親戚って分かって、テニス試合見に行って、あのその後試合が終わった後に、茶封筒に、ぐやってお金を札束入れてちゃんと飯食ってるかっつって渡したらしいですけど、その時錦織くん年収50億ぐらいだったらしいですね。それ知らずに渡哲也さんが100万だか200万だか飯食ってるか超チークバイっつって渡したらしい。絶対嘘です。渡したらしいです。超チークバイ喜びプライベートで持ち込みませんよそんなねえ、すごいね。すごいですね。いや、茶封筒で100万円もらいたいもんですなあ、そうですか。はあ、当時ね。みんなすごい人でしたね、みんなね。すごいなー、まあ、あとね、池江選手がまた練習再開、はい、試合が、ね。ねー、競技に出るということで。あと、キリチと健大も帰ってきて。ね、新しい新体制に、また2年生が頑張るでしょう。暑い中お疲れ様でした。来年なんかね、お客さん入れるみたいな話してますね、高野連が。そうなんですか。まあ、まあもちろんあの全部じゃないけどね。そうですよね。もうでもね、俺はね、もう錦織君も軽いから症状は、そんなビビんなくていいと思いますよ。なんかもういつだってももうそうですもんね。そう、もう本当に、ね、ということでね。じゃあまたあれですか、あの藤岡と、あ、そうなんです。続くんですか。まだ続くんですけど、はい、ちょっとね、はい、まだありますよ。何があるんですか。あの前橋でも、そうだ前橋でね、そうね、前橋公園とかでもライブやるんですけど、暑いな。楽屋がないって言われて、前橋公園に楽屋それはあるわけないなと思って、はい、ああ、じゃあどうするん、どう、暑いず、でっかい車ないんですか。誰か、あります。エールグランドとか、はい、ないんですか。もう何台もだから車車両生活、ね、そうだよね移動車生活。あ、じゃあもう今度は晴れたらさ、あれだよ、あのサザンオールスターズみたいにさ、はい、あの放水すればいいファンに。あ、そっか。チャラチャ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 ラ、ロレ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 ロ、ありがとうねって言いながらお水クヤーって撒いてるんだな。こういうこう、あの銃持って、よく夏やるんですよ、ラビアンとかで。やりましょう、前橋公園で。そうだよ、水撒いちゃえ、自分にもかけちゃえ、もう。びしょびしょ。いいじゃない。やろうやろう。楽しそう。水撒いちゃえ。あ、やろうやろう、今年。多分みんな喜ぶよ、水の喜んでくれますかね。当てられたらそんな喜ばない。はい。
はい、じゃあというわけで頑張ります。今日のお別れスポーツエンタメ情報でございました。はい、ありがとうございました。待っています。おはようマイバスからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と石原裕次郎です。こうさんじゃなかった。どうもこうです。こう最後に、こうさん最後に、最後に、最後にね。ぜさとしさんです、よろしくお願いします。どうもさとしです。はやさとし。さあ今日はですね、テーマに行く前に一つだけ、はい、前橋市消防局からのお知らせがあります、はい、前橋市消防局では8月23日に開催予定でした上級救命講習を中止とさせていただきます、うん、まあね、ねえ、そうなんです。やっぱりコロナに伴って群馬県の警戒度が引き上げられたこと、うん、あとは市内でのね拡大状況を考慮したそうです。お申し込みいただいた方には大変ご迷惑を申し上げます。ご理解のほどお願いします。詳しくは前橋市のホームページをご覧ください。はい、ということで警戒度がちょっと2に上がったということなんですけど、はい、知事は本当警戒度2だと学校も分散登校とか、そうなんですよ、しなきゃいけないんですけど、うん、そこまではしませんと、はい、緩和しますと、うん、でも義に上げますという、はい、うん、ことですね。なので皆さんちょっとねまた違った警戒度になのでね、よろしくお願いします。以上消防局からのお知らせでした。ではおはから今日のメールのテーマに行きましょう。今日はこちらです。はい、今日は変わったかけよう、かけよう、かけよう、かけながら行こう、行きますか、はい、さあ今日は変わったということでラジオネーム太つ塾講師さんからいただいております。何が変わったんだ君は。最初は優しかったけど長く付き合ってるうちに変わったとか結婚したら変わったとかよく聞きますが、付き合う前や結婚する前に見分ける方法はないんですかね。これね難しいんだよね。同棲しろとか言うけどさ、同棲もよく、まあな、聞きたい。でも私もこれ、これはいっぱいありますよ、教えてください。ここで言えないこともたくさんありますけどね言えることにしてください待って意味が分かんなくなっちゃった。最初は優しかったけど、うんうんうん、分かりました、うん、まあ女子はだんだんねきつくなりますから今観覧の方も首を振っています縦に思いっきり女子はねだんだんきつくなりますよ。これしょうがない、これもう、へえ、しょうがない、なるのか、はい、自分もあーちゃんはどうなんですかね。へえ、うん、なるんですかね、なるんでしょうね、うん、もうなんかね普通にあの、うん、朝こう子供たちがこう用意してる時にね遅いとね、はいはい、急になんかね、うん、もう変わったって言ってちょうど今出ましたよ、出ました、変わったって言ってますよ瀬さんが瀬さんが言ってますね、変わるんですよ。え、そのでもそれって結婚してからじゃないとわからないもんなんですよね、うん、見分け方をやっぱ知りたいんですって。太っちょさんも私も知りたい。これは女性に限らずやっぱ男性も見分け方も聞きたいし、ここで言うの、うん、言えない、ここで言うの、やっぱプロは言えない、ここでは、ここでもちょっとプロすぎて、ここちょ店に来てください詳しくは田中やって酒太郎さんです変わったというより変わったの変態の変のさとしさん、ありがとうございます早く普通の身長に変わりたい急ぎ、おはよう、おはよう足首が痛い捻挫、月曜日病院に見てもらったら疑似痛風何疑似痛風って何でしょう、どういうこと、水分が足りないのかって、何疑似痛風、ね、中傷とかじゃなくて、何どういうこと、水分取れてなくて釣っちゃったの、疑似痛風って何、痛風、あ、そう、痛風超痛いらしいよ、へえ、実は私も痛風になる可能性がかなりあるという、あ、そういう前兆の方なんですか、私もそういうビール飲みすぎホルモン食いすぎっていう控えてください、すいません、控えてください、お父さん控えます。ラジオネームアレリアハレリアさんからです。たまに前橋中心市街地を通ると大人の飲み屋さん、まあキャバクラとかですけど、うん、結構見かけて、うん、街中の雰囲気も変わったなと思いました、うん、ホストクラブのねやっぱクラスターの報道で、うん、前橋にもホストクラブがあったことを知った、俺も前橋市民多いのではないでしょうか、俺も街中を夜の街として盛り上げていくんでしょうか、俺も、そう、佐藤さんがそういうこと忘れてて、え、佐藤さんですらって思って、たまにね朝ね、そうなんですよ、あの連れて歩いてる方いますけどね、お兄様方があるって、これがホスト君みたいな、うん、
ホスト君ねえ、ホスト君たちだったんだね。あのでも最近のホスト様って、うん、なんかちょっと違いますよね。違う、なんて言ったらいいんだろう、何が違うの。今無音ですよね。なんだろう、はい、はい、もう一回書きましょう。なんて言うんだろうな、はい、可愛らしいホストの方多くないですか。あ、歩かれてる方々も、あ、なんかそのまあそりゃさ、なんつうのかな、都内のホストと、あ、そっか、そっちのホストじゃあれなんじゃないの。でもなんか今都内のホストさんも結構可愛らしい系が人気みたいですよ。そう、女性がやっぱ強くて男性は装飾みたいな、はあ、可愛らしい犬顔みたいな、犬顔なんでも私がやってあげましょうみたいな感じの女性が結構今ホストに行くみたいな。前年のホストでその売り上げが上がるのかなってちょっと私は思うんですよね。でもやっぱクラストの人数とか見てみると、あ、意外とホストの方っていらっしゃったんだなって。うん、でもほらホストってさ、自分が儲けなければダメなので、あ、そっか、ほら会社が全部儲かって全員割り上げるじゃない、振り分けられるわけじゃないでしょ、はい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 、自分のね指名何本とかね、その売り上げで言われたからさ、はいはい、もう確かにねえ、人数いるけど、下の人は本当月2万円とか5万円とか、ね、なんか可能性もあるわけじゃないですか、うんうんうん、ねえ、そうですよね。あの今テレビ出てるあのローランドさんなんてね、ローランドさんすごかったんですよ、だってあの人みたいですね。酒も飲まないんだよあの人ねえ、タバコも吸わない、酒も飲まない、すごいよね。それでですもんね、もうね、なので今回でね、あ、ホストクラブとかあったんだなって知った方も多かったと思います、うん、では次行きましょう。じゃあこれでね、あのお墓からホストクラブになるので今度すっごいクソジジしかいないですけど、古戦豊かヤッシー俺しかいないですけど、で藤井さんと局長と来ねえお墓からホストクラブ来ねえ誰も来ねえ、はい、いやちょっとやってほしいな、はい、アリオンさんです。アリオンさん変わった、私が感じるのは軽自動車のクオリティ。確かに昔は狭いけど雨に濡れず移動できる空間ぐらい、最近の軽と来たら高級車に匹敵するようなクオリティだった。いや本当にそれ確かに、いや確かに昭和54年にデビューしたアルト47枚の CM な、懐かしいな。うんうん、確かにそう、ね、今の軽広い、いや本当に広いですよ、広い、昔だったら後ろまで乗れないもん、狭くて、はあ、昔の軽なんて。私も K なんですけど、うん、めちゃくちゃ広いですよ。広い、あーちゃんは何でも広いんじゃないですか。な、どういうこと。ミニクーパーでも広そうです。小さいから。小さいから。こら、ね、荷物が入る入る。入るね。え、なんなら普通車の方よりも広いと言われて。そうかもね。普通のね、なんか2シーターの車とかより広いかもしれない。全然。ね。そう。俺昔荷物が多すぎちゃって、はいはい、あのエルグランドとか乗ってたんですよ、ね。もうゴルフバッグだら、もうサッカーのネブスコーン、うんうんうん、コーンとかボールだなんだとかさいろいろ詰まったんだよ。今でも全然ね、今の広いですよね。全然だから今子供とか多い方もいつもファミリーカーとか言うけど、うん、人数だったらあれだけど、うん、荷物とかだったら全然軽でいいよ。昔ゴルフバッグ詰めなかったかもな。あ、本当ですか。そっか、入らなかった。あ、長さで、長さが、うん、詰めなかった気がする。今全然詰めますもんね。詰めるでも縦でも横でも OK、うん、ねえ、すごいですね、はい、ラジオネーム、あ、来てますか。どうぞ。パパラッチョさん。パパラッチョさん、思いついたのは渋谷の街並み。わかる、これそんな変わった。変わりましたよ。大学の4年間通っていましたが、うん、4年間であれほど変化した街はない。うーん、僕が大学に入社した時はまだ高校生が多くいる街というイメージでしたが、うんうん、卒業する頃にはお金持ちの大人しか入れないような高級志向のお店が多い。わかるこれ。あ、そうなの。今結構変わってきてますよ。あ、そう、うん、大型商業施設が次々オープン、そのため雰囲気も4年間でガラッと変わった。あ、今の再開発は続いており、予定では2027年に全てが完了する予定となっていますと、うんうんうん、渋谷に行く機会が減ってしまいましたが、うん、渋谷がどのように変化していくのか楽しみです。今渋谷ギャルというその若者は渋谷に行かなくなりました。どこ行くんだ。じゃあ原宿、わかんない、原宿かも行くんだと思うんですけど、うん、みんななんか渋谷に集まらないみたいな。渋谷か、渋谷行かねえな。目黒はよく行くよね。目黒、目黒めっちゃ行きますよ。なんでですか。あの友達のまさこ浜のライブがあると、ね、必ず年にね、毎週行きますよ。渋谷かねえな。あの若者の聖地って言われていた渋谷、うん、今渋谷に若者があんま行かなくなったって。なんで？もう分かんないんですよ。だからそういうパパラッチョさんの言うことが合ってるんじゃないですか。そう、逆にそういうなんかちょっとレトロな感じのところとかにみんな行くようになったんですよ、うん、あ、確かに。だから桃屋さんとか大人気なんですよ。あ、そういうなんかカメラ若者とかが多いので、こう、うちもじゃあボロボロにしようかな、もっと壁とか投げて
どうしよう、うちも結構古いんだけどな。もういや、すごく素敵なレトロ感があって、あのね、60年ぐらい前の冷蔵庫ありますよ、うち木の冷蔵庫。それとか SNS とかにあげたらバズりますよ。本当ですか、うん、あそこ入っちゃおうかな、じゃあ俺。違った意味でバズりよ。天使が冷えてます。タロット連れて犬と天使が冷えてますよ。いらっしゃいまし。ちょっと違った意味でなんか連れてバズりそうですけど。さて、わけで今日は変わったでお待ちしております。また40分台でお会いしましょう。8時46分です。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と、おはようございます、研究員のこうです。あ、ひよこは生まれてすぐに歩きますよね。卵の薄皮に軟骨を作り出す成分があるんです。01204970055 サトシです。こうさんだやっと会えた。なんだろうね、こうあのこれだけ聞いててなんか顔出てくるよね。出てきますね。なんなんだろうね。多分みんなそれぞれのコースさんが今出てきてると思うんですけど。そうそうそう。俺さ、メガネかけて細身で、なんかちょっと白くてって感じ、はいはいはい、感じがする。私違うもん。メガネかけてないもん。俺とメガネかけてる感じ。しかもおじさんだと思ってない私。若くて、ちょっと白くて。うん、ああ、なるほど、うん。そうそうそう。なんかこのままコースさんは、お宝が始まる、ラジオ CM 始まる前にね、そう 5分間のラジオ CM で研究員のコウさんがね、でトゥーパンプさんからメールいただいておりまして、年のせいかお肌に元気がなくなりました。特に目尻のシワが目立つようになりました。そこで研究員のコウさんに電話をしました。コウさんは京都の山の中で長年鶏の卵を研究してきて、お肌が生き返る世界で初めての物質を発見して、目尻のシワに悩んでいたお母さんのシワがなくなってありがとうと言われたそうです。M ウェーブを聞いたとコウさんに言ったら、とコウさんに言ったら1週間分のお試しセットを半額以下にしてくれました。そのままじゃねえかよこれ。届いたピンク色のクリームを目尻に塗ってみたら、お肌に潤いが戻って確かに変わりました。本当に頼んだの。私も母からありがとうと言われて親孝行することができました。すげえ、マジで頼んだの。頼んだんですって。すげえ、さすが。やべえやべえ、俺こんな真似してる場合じゃないよ、ちょっと頼まなきゃ。俺そうですよ、もうそうだ、やべえやべえ、奥様にプレゼントしてくださいよ、もうラジオショッピング投げられちゃうよ。危ないな。そんなことない、奥様ハマると思う。ボボボボボボボ大好きなの私。社員の目崎さんも大好きで LINE 来ましたよ。 LINE 来た。うん、こうさんやってる。そう、これはあの本当に愛があってのことなんですよ、私たちね。そうですよ、好きな上にやってしまってることなの。あーちゃんもやってるだから、松本さん玉肌飲みスクリーンってやってよ。あ、それよりは超えられません。やってよちょっと。なんかあの時だけ朝が関西のラジオ聞いてるみたいなね。そうなんですよ、そうなんですよ。やっぱ違うね。違いますね。違うね。あとお昼の前と夕方にもありますから、ぜひ皆さん聞いてみてください。次のあのショッピングはちょっと、東北で行ってほしいかな。東北のなんか、なんかね、道具の何かオラはみたいな、さくらんぼの成分をすっぱり出したらさ、こう肌にいいんだなこれっつって、ちょっとそっちやってほしいかな。今度東北のラジオ CM 社員の方に言ってみたいなと思いますけど、はい、ね、ぜひ皆さん、あの本当にね、あのコウさんもおすすめしているものなので、はい、よかったら聞いてみてください。買ってみようかな。お願いします。そう、佐藤さんプレゼントしてくださいね。お願いします。では今日のメールのテーマはこちらです。はい、スナックお宝をやりましょう。違いますよ。今日は変わったでございます。はい、今日は変わったです。はい、メール来てますね。いっぱい来てますよ。どうですか、トシさん、来てます。俺ね、ロックが変わりすぎちゃって、うん、あの、住宮さんが住んでる、はい、おばあちゃんの気がそこにあったんですよ。はいはいはい、もう超変わっちゃって。あと、どうに変わった。それこそさっきのさ、うん、あのどんどんステーキ屋さん、はいはいはい、あの辺もう何にもなかったんですよ、俺のちっちゃい頃。今だってすごくいい食店街、今いっぱいできてますよ。うん、いきなりステーキとかもね。そう、あそこ昔田んぼだらけだったんですよ。あ、そうだったんですか。で、あの欅ウォークも昔はさ、ダイハツっていう、うん、車工場、その前は戦争のね、はい、飛行機作ってるような工場だったから、もうほんと油の匂いとかしたけど、うん、ねえ、あんなになっちゃってね。いや、そこすごく賑わってますもんね。すごい人がいますからね、今ね。なんもなかったよ。あ、そうなんですか。本当に田んぼだったんですね。田んぼでしたよ。はい、面白いな。で、昔はほら、俺がさ、ちっちゃい頃、あの電車が今上を通ってるじゃないですか。あれが下にあったんですよ。え、そうなんですか。線路が、
ちっちゃい時ね、はいはいはい、線路の下にあったんで、今あんな上にあるからだけどね、だからあの、ね、踏切とかがあったんですよ昔。あ、そうなんですか。で当時は本当にあの、かん、あの、降りてくるその遮断機とかないからさ、うん、ええー、そう昔ね、普通にこう汽車が来ないかね、うん、来るか来ないか確認して渡ってたましたよ。はあ、昔はね。ちょっと怖いな。で釘こうやってね置いた、ダメ、真似しちゃ。ダメですね。通るとパリパリペッチャンコなってね、刃物みたいなやつがやってましたね。良い子は真似しないでくださいね。ね、すみやさん昔やってたよね。やってますね、すみやさんも一緒にしてる。はい、はい、ラジオネームえとママちゃんです。ママちゃん。子供の頃、ねるねるねるやモロッコヨーグルトなど、ちょっと変わったお菓子が好きでした。今はどうしてあんなに好きで食べていたのか不思議です。甘いお菓子よりお父さんがお酒のおつまみで食べていたイカの当たり目にマヨネーズをつけたものが大好きで、最高じゃないか。お父さんに親父ギャルと呼ばれていた。最高じゃないか。少し変わった子供でした。親父ギャル、親父ギャル最高じゃないか。でもあのモロッコヨーグルト、うん、大人になって食べたら衝撃でしたけどね、うん、私はい、40超えたあたりに食った時、ね、びっくりしてた、これ昔本当にバカみたいに食ってたなって思って。みんな食べるって言いますもんね。今はちょっとね、吹いたよ俺鼻から出たよモロッコは。違った意味で舌が変わってきてるんですもんね。変わりました。ここメール来てます。福屋から来ましたさんです。はい、来ましたさん、ありがとうございます。おはようございます。私最近太ったんじゃないかと声をよく聞きますと、うん、自分でも太ったと感じています。前から体重計に乗ろうと思ってましたが3桁いってんじゃねえのって思って測ってみたら見事に3桁になってたって。これはね、じゃあぜひ同盟を太っちょさんと組んでください太ってさ、なんかツイッターになんか痩せて、最近痩せてますね。そう、3キロ切ったって。大丈夫、それ病気で痩せてんじゃないでしょ大丈夫ですか。彼女ができたのかな。できるわけないでしょ。なんでそういうことできたらもっとみんなに言うでしょうこれみんなに、ね、言いそうですよね。僕彼女できましたって、ね、言う絶対。そっか、じゃあ深谷さんね、一緒に頑張って。100キロやばいっすよ、100キロね。だからちょっともうね、同世代ですから。あ、そっか、同い年ですから。ああ、あんまり良くないですよ、あの年取ってから太るとね。健康第一に。そうですよ。ラジオネーム、この方から来ておりますね。よいしょと、ルルちゃんアットマーク、今日もシノメネタではないですよ。じゃあいいじゃない。で、お白鳥。お白鳥。お墓からほぼ毎日聞いてる人なら白鳥の存在は知ってるわよね。知ってるわよ。きっと、いや絶対変わった人間と思われていても仕方ないわよね。うん、そうだね。でも私生活は普通の45歳の女よ。そうそう、この間の月曜日晩ご飯を作っていたら、切っていた玉ねぎ2つと人参1本が面白い形に並んだのよ。絞れたじゃねえかよ。え、そのことを焼きまんでに送ってもらおうとしたの。料理での珍プレイ、 M ウェーブをこよなく愛する白鳥女よ。さとしさん、なぜモノマネがこんなにうまいの。松竹梅面白かったわ。でもごきげんよと。ルルちゃん、下ネタです。全然わかんない。ルルちゃん、それ下ネタですよ。下ネタ。分かってないと思いますけど。ね。それ、ルルちゃん、下ネタですよ、それ。なんで玉ねぎとニンジンが下ネタになるの？だって本当に言ってるんですか？うん、結構本気。私、分かるときはちょっと分かるって言うじゃないですか。あ、そうですか。うん、まあまあね、まあ玉ねぎがさ、だって、ニンジンが困んない。最悪！それでカレーを作ったんですか？それで、何を作ったんですか？なんでさ、肉じゃがですか？何作ったんでしょうかね。カレーですって。もうラジオネームゴルゴサーテイトさんからです。自分が変わったと思うことは、たまに実家の長野に帰る際、こんなところにスーパーなんてあったっけや、こんなところに飲食店ができたんだと思い、だいぶ街並みが変わったなと思うことがあります。実家が遠くだったり久しぶりに訪れたりすると、変わったと思うのはあるあるなんでしょうかねとね。まあね、このね、あの1年1年ごとでいろいろ変わるからね。今店できたりね。そうですよね。うちのそばのあの何だっけ、マックあるじゃないですか。マック、はい、あそこ昔カサ屋ですからね。カサ屋、おじいちゃんが一本一本作ってる傘を作って、何それ、行きたい。で今フレッセがあって、今杉谷局になるところ、うんうんうん、あそこは昔私が行ってた幼稚園ですから。え、幼稚園だったんですか。双葉幼稚園。え、跡地。そうです。俺が行ってました幼稚園。はい、ひじき食えなくてずっと先生に食わされてたね。ダメよ、ひじき食べるまで外出ちゃダメって。かわいい、かわいい。今ひじき大好きです。変わってますね。はい、変わってますよ。ハワイのママちゃん、赤城山のふもとに住み始めた頃はエアコンはいらないぐらい涼しくていられましたが、5年前ぐらいからもうエアコンなしではいられません。早くね、秋の風が吹いてほしいままです。今ね、避暑地がどんどん、軽井沢が30何度とかいってるもんね。そうなんですね。軽井沢が暑いんだから。
暑いですよ。昔なんかあれ涼しかったよ、もう夏行ったって。ですよね、みんなそこに行くって。すごいな。でも前橋市の皆さん、65歳以上でエアコンがない家庭は10万円以内だったら、そう、補助金出ますから、はい、エアコン使ってください。絶対使ってください、うん、熱中症でお亡くなられてる方いますからね。本当だよ、お願いします。疲れた、死んじゃ死んじゃ。そしてメールお願いします。桃爺さん、最近変わったなと思うこと、2、3年で私のお店の近くに飲食店がオープンしました。何店舗か、うんうんうん、で若い方がやってるんですけども、私の頃と違って1ヶ月から3ヶ月休まずやって、無給で休みを決めるのに、少ない日を選んで用事が多い日など選んで定休日を決めていた。うん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 、もうそうだよね最近ね、うんうんうん、最近はオープンのチラシやオープン店に定休日や何曜日とか書いてないと、うん、で書いてあるので、私らの頃のオープンの仕方が変わったなと感じています、うん、若い人は割り切ってるねって。はー、でもそうじゃない、なんか1ヶ月、うん、2ヶ月休まないでやって、あ、月曜日死にいねえわとか、うん、木曜日来ねえやっつって休み決めるんじゃないですかね、うんうん、休み方も変わったということか。うん、どうなんですかね。確かにそうだね。確かに。おじいさんとか何曜日休みなんだろうね。うん、ね、気になりますけど ね、ラーメン屋さんがね。さあ、というわけで今日皆さんから変わったいただきましたけど、はい、豊島園が今度閉園になるじゃないですか。ハリーポッター。そうなんですよ。跡地にハリーポッターのスタジオツアーの施設ができると。見たことないけどさ。ないんですか。全部見ましたよ。ないんですよ。なんか言うんだよね、スリーフリーみたいな。そう、なんだっけそれ。なんだっけ、棒持ってね。そう、スリーフリーみたいな。見たけど全然違うけど言うんだよね。すごくないですか、うん、これはロンドンに続いて世界で2番目となるハリーポッターのスタジオなんですね。こんなおじさんだけどね。ねえ、あ、じゃあ豊島屋は行ったことあります？私、あります。はい、私年中行ってました。え、そうなんですか、はい、近いから。あ、若い頃どれでもすぐ一人暮らししていた、ね、あの、インター降りればすぐじゃないですか。あ、確かに、そっか、うん、そうなんですよ。練馬入ったらすぐじゃないですか、うん、よく行ったな。そうですよね、よく行きましたか、うん、よく行った。ずっと悲しいですか。悲しいですね、悲しい。でも今度ハリーポッターになりますから、はい、ハリーポッターじゃあちょっと見てから行きたいと思います。うん、ぜひ。すごいいっぱい作があるので、はい、結構時間かかると思います。でも絶対に見て損はないです、はい、さあ、というわけで今日皆さんから変わったメールありがとうございました。変わったメールっていうとちょっと待って、変わったメールってちょっと意図が違った。テーマ変わったってメールありがとうございました。佐藤さん、結果がでしたでしょうか。いや、やっぱり変わってますよみんな。いや、変わってない人はいないですよ、やっぱり。まあね、変わってる人なんて面白くないでしょそうですね、うん、ね、これでも街中かさ、今日から俺はで、ね、今ね、うん、こうね、昔のボンタンとか流行ってるからさ、はい、昔スクープっていうね、あったんですよ。ボンタンしか売ってないようなところが。それちょっとまた作ってくんねえかな、スクープ。スクープ、スクープっていうね、はぁ、ほんと単卵とか、単卵とかボンタンしか売ってないようなとこあったんですよ。面白い、売ってましたね昔。あと、あの傘屋さんも見てみたいし。いや、すごい今日はなんかね、というわけで、ぜひ皆さんもここは昔何だったんだろうとかね、変わったところを見ながら過ごしていただきたいなと思います。そしてスナックおはから頑張ります。頑張りましょう。はい、頑張ります。かなうのか、はい、担当は磯木彩香と、お会計は120円安いよ。佐藤さんでした。ありがとうございました。また明日。